カチャンネルのショーです。今回の動画なんですけど、今回はここの話です。というのもですね、最近坊主頭にしてるんですけど、これには訳があるんですよ。薄くなってきている部分が発見されました。何気なく頭を見る機会があったんですよ。洗面台の鏡を見てると正面しか分かんないじゃないですか。で、何気なく鏡をこうして当てたわけですよ。そしたらですね、つむじのところが光ってるんですよまあこれはびっくりしました。前々から薄いのは知ってたんですけど、その髪の毛があるから気にならないと思ったら、目立ちまして、ショックでしたね。あ、もうどうしようもねえなと。坊主にしてるからね、少しは目立ちにくくなってはいるんですけど、それでもって感じですね。で、前置きがちょっと長くなったんですけど、今回は頭の話だけじゃないんですよ。その薄くなったとかハゲたとかいう、そういう話では終わりません。こちらです。ブブカゼロ薬用育毛エッセンスです。 TS コーポレーションの方からですね、サンプルをいただきました。育毛剤これもまた企業案件ではあるんですけど、やってみようかと思ってお願いしてみました。TS コーポレーションさん、ありがとうございます。では中を見ていきたいと思います。ブブカゼロですね。見た目これもさ、パッケージもね、ね、なんこれって感じじゃなくてかっこいい方だったんだけど、これもね、物自体もなんか全然違う気がします。あー、こういう感じですね。匂いはちょっと分かんないな。で、こちらをですね、毎日洗髪後、頭を洗った後ですね、よく乾かしてから寂しくなっている部分にこれを適量塗るそうです。使ったことがこの手はないので、どのくらいっていうのはよく分かりませんけど、1日朝と夜2回やるといいみたいです。つけてみましょう。まずはお風呂に入ってきます。ブブカチャンネル。さあ、お風呂から上がりました。髪の毛もある程度乾きました。塗っていきます。直接がいいかな。まあいいか、直接しよう。ちょこっと出しました。さあ、あとは指の腹でマッサージ、マッサージ、マッサージ。あ、全然似合わない。で、これでいいのかな。1日目の夜、終わりはい、おはようございます。2日目の朝です。塗っていきたいと思います。ぬり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 。はい、おはようございます。3日目の朝です。さあ、塗っていきましょう。
ね。適量が結局どんなもんかピンとこないですよね。はい、4日目の朝です。はい、おはようございます。5日目の朝。はい、おはようございます。はい、じゃあこれやっていきましょう。はい、今日で1週間です。どんな感じなんですかね。まあすぐには効果も出ないでしょうし、まあちょっと上見てみましょう。はいね、そんな全然変わってない。さあ、じゃあ塗っていきます。ここばっかりじゃなくて、ちょっとこの前髪、ここもちょっとつけようかなと思います。だけこの真ん中のラインって言えばいいんですかね。このつむじのとこから、そのまま前の方まで塗って、そしたら少しは俺も見ながらができますね。ね、もみ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 しましょう。一日朝と夜しないといけない、しないといけないというか、一日2回朝と夜って書いてあったんですけど、結局朝しかできてないんで、1日1回しかまだ今のところやってないんですよね。ということで1週間やってみました。まだ全然変化はないですよね。もう一回ちょっと見てみましょうか。そうですね、変わったのか変わってないかがちょっとですね、
わかんないですね。1週間ぐらいじゃそんな変化は起きないと思うので、これからも続けていきたいと思います。ブブカゼロ、今回も案件でしたということで、今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。